バンダイ、SD ワールド、三国総決伝、朝鮮クシャトリアのご紹介です。まずこちらの写真が、メーカーで塗装組み立てをした、写真になっております。あと別売りの、呂布、シナンジュに、合体することができるようになってます。でこちらの方が部品になります。パーツごとに色分けされたものになってますので、組み立てただけでほぼ、パッケージに近いような感じができるものになってます。あとはこれが、シールになってます。でこちらの金のパーツと赤いパーツと白いパーツとこういう黒いパーツになってます。でこちらが説明書です。こちらがまずクシャトリアの、解説が書いてあります。でここが、パーツリストと組み立て前の基本説明になってます。で組み立ては頭と、胴体、両腕、両足を作っていき、肩のパーツをつけて武器を持たせて完成です。あと、バンダイの、アクションベース5に対応しておりますので、これで飾ることができます。でこちらが、カラーの漫画が、ついてます。であとここの部分が、武器や装備の、解説になってます。これで以上です。